静岡市清水区のエスパルスドリームプラザで昨日、イルミネーションの点灯式が行われました。テーマは家族で遊べるイルミネーション。東海地区最大級のイルミネーション迷路や、踏むと色が変わり音が鳴るピアノイルミステップなどが人気を集めています。このイルミネーションは来年2月28日まで楽しめます。